カイラです。ハルトです。今日は2人で買い物に来てます。来てます。普段どこで買い物しますか？ GU とかやっぱり。あ、行くんだ。ラージとか GU 行くんだ。行きますね。なんか結構コスパいいじゃないですか。うん、安いね。そうそうそう、だからいや結構気に入ってますね。逆にどこ行きます？私は GU も行くけど、エピピとか。あ、そっち系が多いかもしれない。ショッピングモールに大体入ってる系のブランド。あ、そうだ、同じですね。着きました。はい、着きましたね。じゃじゃーん、じゃじゃーん。 GU に来ましたよ、今日。はい、今日はお互い異性に着てほしい服装をお互いに組んでいきたいと思います。はい。女子の、あのコーデ、はい、遊びに来る、はい、来るときに、はい、こう来られたら嬉しいとかある？好きなコーデとか。やっぱり清楚系が好きだから。ギャルとかより清楚系が。あ、そうなの？おとなしめ系がいい。あ、そうなんだ。服はテンションは。あ、テンションは高めがいい。そう、ギャップっていうのが欲しい。ギャップがいいんだ。そう、服装とのギャップ。じゃあ選んでください。はい。どういう系がいいとかあります？逆にどういう系？派手でもいいけど、ギャルっぽくなければ。けどいいんじゃない？うん、ま、色が大事だから。色迷うね。それはセンスだ。どうしよう。けどうち履いてほしいんだよね。履いたことないな。履いたことないの？けどなんかめっちゃイメージあったっていうイメージあった。ストリート系ですよね。うん、俺ストリート系好きなんですけど。あ、好きなの？着ない？けどうち綺麗めかカジュアルだったら、どっちかというとカジュアルの方が好きなの。あ、なるほどね。だからそうしようかなとは思うけど。明るめの方がいいってこと？うん、そうそうそう。できた。できた。できた。うん、けどカジュアル着るって言ってたから、春っぽい。春っぽい。おー、いい？迷うか、こっちか。あ、こっち、こっちがいいかもしれない。え、選ばない、こういうの選ばないです。選ばない。よかった。派手すぎかな。いや、いいんじゃない、かわいい。結構悩みますね、これは。悩みますね。悩んでいいよ。めっちゃ狙ってるらしい。やってますね。あんまり言わないようにしよう。いや、言ってくれないとやばくない。完成形がやばくなっちゃうから。が良くないっていうのもあるからね、これはね。と合うものって予想がつかない。だってちょっとハードル上げたよ。上げちゃった。どうしよう、どうしよう。何色が合うんだろう。その色はこれにします。いい。今買ってきました。どう？いい感じ？結構いい感じになりましたね。いや、だよね、結構、うん、なんか予想より上行った。本当？よかったです。じゃあ皆さん期待しといてください。はい、帰って着替えます。はい、バイバーイ。帰ってきました。帰ってきました。で、お互い選んだので交換して早速着替えてもらいたいと思います。はい、じゃあ交換。交換。はい、どうぞ。じゃあ早速ハルト君から着替えてきてください。はい、どんな感じかな。バイバーイ。バイバーイ。着替えてきました。おー、いい感じ。かっこいい、かっこいい。青。私的にカーゴパンツのイメージがあったから絶対着せたくて。おうほうほう。でもちょっとイケ感欲しかったから青を足した。めちゃくちゃいいじゃんこれ。いい？めちゃなんかさ、合ってる。合ってる。俺に合ってるね。合ってる、合ってる。すごい。で、実は綺麗め系も考えてたけど、うん、こっちの方が似合っててこっちにしました。ありがとうございます。こういう系、僕はあんまり着てないんで。嘘。結構いい発見になりました。お、よかったよかった。ありがとうございます。はい、ちゃんとトレンドを抑えながらもなんかダボダボ系が好きだから、うん、そういう系で着てくれるとうってな。そうなんだ、いいこと聞きましたね。いいこと聞きました、うん。
ということで、じゃあ次はカイラさん、着替えてきてください。はい、着替えてきます。はい、お願いします。着替えてきました。いい、似合ってますね。いい、春っぽいね。めちゃめちゃくちゃ春っぽい。ピンク、僕ね、結構、うん、あんまり、うん、あの女性のコーデを組むことはないんですけど、うん、結構今回挑戦してみて、うん、まあ、カーディガンとかやっぱり春っぽいじゃないですか、はい、いや、カーディガン着させて、うん、で、暑くなった時用に中も一応半袖にしてて、そう、だからそこら辺もちゃんと考えてて、うん、あとズボンは本当になんか桜みたいな、桜ね、うん、そう、春ならではの色みたいな感じなので、うん、ピンクは、うん、それを付け出してあげましたね。いい感じです。はい、かわいい。あのね、この T シャツなんですけど、はい、T シャツもね、真っ白はあんまり好まなくて、そうなんだ、白だけどちょっと違うみたいな、うん、白じゃない、うん、そう、茶色っぽい、そう、そういう色がちょっと僕好きだったので、うん、チョイスしてみました。いい、かわいい。普段はそういうストリート系着ててほしいんですけど、やっぱり春とかになったらストリート系暑いと思って、うん、だから、まあ、清楚系も僕好きなので、おー、そうなんだ、清楚系スタイルで今回選んでみましたね、うん、めちゃめちゃ清楚。なんか結構さ、これ一番最初に選んだ、うん、めっちゃ大変そうだった、ね、めちゃくちゃ大変でしたね。なんかピンクすぎるなと思って、うん、合わせんのマジ難しいね、これ。でもカーディガンめちゃめちゃ欲しがってた。そう、カーディガンが一押しだったから、カーディガンはどうしても着せたかったですね、うん。今日はどうでした？今日は本当にめちゃくちゃ難しかったですね、うん、コーデ組むのが、ね、難しそうにしてました。本当に似合うのかも分かんなかったし、うん、でもいざ着てみたらすごく似合ってて、あ、よかったです。結構良かったですね。私は結構お兄ちゃんの服とかも選んでたから、うん、意外と上手にできたかなって思う。この組み合わせとか思いつかないから、うん、思いつかない、うん、かわいい。ありがとうございます。今日は2人で動画撮ってみました。どうでしたか？どうでしたか？この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。またね。またね。